ウームラッドさんの家族が公開した、行方不明になる前日の4月9日に、宿泊した農家民宿マンドコロで撮影された写真だよ。ウームラッドさんと一緒に、写っているのは民宿のおかみさんと、同じ日に宿泊していた、オーストラリア人の男性だね。ウームラッドさんの無事を祈ります。